はい、速稼塾の久保です。この動画は途中さんにねメッセージをお送りしようかなと思って、作っております。で、あえてですね Facebook の方にアップロードしておりませんけども YouTube の方で、追っかけてみていただければ幸いです。途中さんが私ね本当嬉しいなと思うのと、まあ素晴らしい方だなと思うのは、まあ、一つはですね、まあ、私の動画を見ていただいて本当にありがとうございます。それからシェアっていうもののね大切さを非常に心得ているんではないかなと思います。シェアをするっていうのは何かっていうと、新しい情報を見た時にこれためになるなと、発見があるな、あ確かになっていうことを、その自分のね内側に起きた気づきを再発信することがシェアなんですよ。言ってみればシェアボタンをポンと1個押すだけなんですけども、この1個を押すっていう行動をほとんどの方がしないんで、情報の拡散のスピードがそれでもね遅いわけなんですよ。でもそこに途中さんがシェアボタンを押すことによって、またコメントを書くことによってですね、あの新しい人にそれが再発信されていく、まさにシェアされていくってことなんですよ。これがちょっと大げさに言ったらですね、世界を進めていくこと、変化させていくこと、次の時代への加速をさせていくことだと思うんですよ。で、実際にですね途中さんの存在っていうのは吉谷さんとかね山田さんとかにも広がっていますしね、当然私も認識してますし、たった一人の人の存在がインターネットを通じてこの、ね、全国から全世界に発信していかれるっていうことは非常にですね貴重なことなんだと思います。そういう意味ではですね、私も途中さんのおかげでこういう発信ができますし、情報も私の情報発信も途中さんのおかげで広まっていくというところでね、今日は感謝とお礼をね申し上げたいと思いまして、動画の方を作らせていただきました。今後ともこのね速稼塾の久保並びにですね、速稼塾ファミリーではないですけども吉谷さんとかね山田さんとか多くの方と一緒に情報の方ね楽しんでいければと思います。ますますねこのインターネットを通じて我々の世界は豊かに楽しくなっていくと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。